今私たちは終わりの時代に住んでいますこの終末時代に世の光として神様の御前に固く立ち続ける教会そこにいる教会のクリスチャンとはどういう人たちでしょうか実は劣等性クリスチャンが多くいる教会になりますえ優等性クリスチャンが多い教会の方がサタンは手こずるし 世の光として固く立ち続けることができるんじゃないですかという声が聞こえてきそうですけれども、聖書の教える、その真理の中から見る劣等生とはどういう人たちのことでしょうかヨハネ8章から見てみたいと思います。すると、立法学者たちやパリサイ人たちが、寛容している時に捕まえられた女を引っ張ってきて、中に立たせた上、イエスに言った。先生、 この女は勘員の場で捕まえられました。モーセは立法の中で、こういう女を石で撃ち殺せと命じましたが、あなたはどう思いますかここに一人の女性がモーセの実戒第7条勘員の罪によって捕らえられ、そして取り押さえられて訴えられました。彼女は聖書の世界、イダヤ社会においては、 落ちこぼれ、もしくは劣等生という立場であったかと思います。それに対して、彼女を訴えたパリサイ人また立法学者たちは、いわゆる優等生としての立場です。ここに、訴える者と訴えられた者、優等生と劣等生という二つの立場の人たちがいました。 しかしエレン・ホワイトはこの2種類の人たちについて次のような言葉をかけています。イエスはその光景をご覧になった。恥ずかしさに震えている被害者と人間らしい憐れみさえない冷酷な顔をした高官たちがいた。キリストの純潔で汚れのないご精神はその光景を見せられてすくんでしまわれた。 彼はその質問が聞こえたふりもなさらずに身をかがめてじっと地面を見つめ土の上に字を書き始められた訴えた人々はイエスのお答えになるのが遅いのと無関心な様子に苛立ちそばに寄ってきて無理にイエスの注意を引こうとしたしかし彼らの目がイエスの眼差しに従ってその足元の歩道の上を見たとき みんな黙ってしまった。彼らの前には自分たちの生涯の罪深い秘密が書かれていたのである。この究極の状況の中で、次の瞬間、イエス様は全宇宙の大原則を示されました。それはつまり、罪を訴えることができるお方は、罪のないお方だけであるという原則でした。 ヨハネ8章の7節彼らが問い続けるのでイエスは身を起こして彼らに言われたあなた方の中で罪のない者がまずこの女に石を投げつければよい先ほどは優等生と劣等生という2種類の人たちがいるように見えたわけですがこの全宇宙の原則によりますと優等生に見えた 彼らもイエス様によって罪を暴露されるまで自分が罪人であって劣等生であるということを隠していたわけです。そして彼らはそのことがバレないと思って、そして優等生という立場を取って彼女を訴えていたわけです。イエス様は彼らの罪を地面に書か,かれることによって暴露されました。 キリストはモーセの立法を退けず、またローマの権力をお菓しもなさらなかった。訴えた人たちは敗北した。今や清く見せかけていた衣は剥がれ、罪深い人間として無限に純潔なお方の前に立っていたのである。そして彼らは自分の生涯の隠された罪悪がみんなの前に暴露することを恐れおのぬきつつ、 頭を垂れて舌を見たままその獲物を情け深い救い主に残して静かに去っていった訴えられた彼女劣等生の彼女もそして訴えた優等生の彼らも実は同じ罪人でしたその違いはその罪がバレたかそれとも その罪を隠してバレていなかったか。この違いです。そして彼女を訴えた優等生の彼らは自分たちのこの罪を隠すために、そしてそれが暴露されるのを恐れてその場を立ち去ったのでした。これを聞くと彼らは年寄りから始めて一人一人出て行き、ついにイエスだけになり、 女は中にいたまま残された。優等生として彼女の罪を訴える立場を取った者たちは一人残らずその場を去りました。しかし彼女の前にはまだ唯一彼女の罪を訴えることがおできになられるイエス様がそこにおられました。果たしてイエス様は彼女を訴えるでしょうか そこでイエスは身を起こして女に言われた。女よ、みんなはどこにいるか、あなたを罰するものはなかったのかと尋ねられた。女が、主よ、誰もございませんと答えたので、イエスは、私もあなたを罰しない。お帰りなさい。今後はもう罪を犯さないように。ここで唯一、 彼女を訴えることがおできになられる立場のイエス様はこのように私もあなたを罰しないという言葉を彼女に投げかけられました。これこそ聖書の中で一貫して教えられている愛と恵みの憐れみ深い神様の精神が現れています。神はなんと憐れみ深いお方なのでしょうか。彼女は自分の罪を認め、 自分が劣等生であることを認めていました。しかも現行犯逮捕でしたので、彼女は何の言い訳もできませんでした。ただただ自分の運命を目の前にあるこの状況に委ねて、そしてイエス様の前に立ち続けることしかできませんでした。しかしそれに対して、優等生として彼女を訴えた者たちは、その場を立ち去りました。 彼らはその罪を持ったままその場から逃げ去ったのでした。このように劣等生クリスチャンと優等生クリスチャンを比較したときに2種類の罪人の姿が見えてきます。2種類の罪人について、この表の左側の会員の女、これ劣等生という立場になります。右の方が立法学者パリサイ人たち、 優等生という立場になります。この二つを比較しながら考えてみたいと思います。まず、これらの状況を比較したときに、劣等生の方は罪を犯したことがバレた。そして、訴えられたものという立場です。罪を犯してそれがバレてますので、性質的には罪を犯している劣等生という立場になります。 そして今訴えられてますのでその罪を認めてそしてその場に立ち続けたという現状があります。その結果イエス様は「私はあなたを罰しない」という言葉によってこれは「許しの宣言」になります。このように罪を訴えることができる立場の唯一の方が「私もあなたを罰しない」という宣言をされるわけですので。 この大原則によれば、この罪の創始者である、もはやサタンですら彼女を訴えることができない、そのような結果になります。一方、優等生の方を見てみましょう。状況。罪を隠していてバレていない。どういう立場を取っているか。優等生として、訴えるものという立場を取っています。性質について。 彼らは優等生という立場を取りましたがしかし実際は罪を犯している劣等生という性質がありますそして現状彼らは罪を隠していてそこから逃げ出しましたその結果罪は本人に残されたままなので常にサタンに訴えられるそのような立場になります ここで一つのことに気がつきます。それは、私もあなたを罰しないというこの許しの宣言を聞くことができたのは、劣等生クリスチャンだけであるということです。ここで私たちの身近なところから考えてみたいと思います。一般的に、この優等生クリスチャンは、劣等生クリスチャンに対して、 このように言わないでしょうか。あの人はなんと罪深いんでしょうか。私はあんな罪絶対に犯さないんだけどね。しかし、聖書はこのように言います。あなたもあの人と同じ罪人ですよ。この優等生クリスチャンは自分の罪に迎え合えば 許されたっていう最大のチャンスを失うことになりました。自分の罪がバレたくない、罪に向かい合いたくない、そのような状況が、せっかく彼らに与えられた最大のチャンスを、彼らは無駄にしてしまうのでした。このように、人間の目から見たら、優等生クリスチャンは立派な行いをして、 素晴らしい人間に見えるかもしれません。しかし、神様のご覧になられる、その視点と、人間の視点とは違います。聖書の中に次のような言葉があります。人が見て、自分で正しいとする道があり、その終わりは、ついに死に至る道となるものがある。聖書から見た、劣等生クリスチャンは非常に有望であることがわかります。 なぜならば、自分の罪を認め、その罪に向かい合って、そして、この神様の許しの体験に預かることができるからです。そして、どうしようもない、自分の罪に対して、絶望的な状況にあるときに、神様は私たちに、私もあなたを罰しない、という言葉を投げかけてくださるのです。 ここでさらに考えてみたいのですが、この劣等生の女性は、訴えられた時に、不意改めることができたでしょうかい,いえ、彼女はその場では不意改めることができませんでした。なぜならば、彼女は死の覚悟をしていました。会員の罪を犯した者は、 石を投げつけられて殺される、そのような運命が彼女に投げかけられていたのです。つまり、彼女は自分の罪を後悔することはできたと思いますが、それを改める機会は自分にはないと思っていました。しかし、神様は彼女に対して罪を許して、もう一度彼女がやり直す機会を先に与えられました。 そしてこのイエス様の許しの言葉が投げかけられたことによって彼女はそこに希望を見出してそして悔い改めへと進んでいったのですそして彼女は許された商人として証人として世の中にまたその証を携えて出ていくことになりましたこのように悔い改めとは神の招きに応える そのような行動ではないでしょうか。聖書の教える真理とは、あなたはすでに許されていたということになりますね。この真理を理解した劣等生クリスチャンは、ありのままの姿で、この許しの神の身元に歩み出ようと思います。そして、自分の罪の身代わりとして十字架につけられ、そして血が流され、その功績によって、 自分が許されるというこのことを信じて、ただこのことにすがるのみになります。しかし多くのクリスチャンは優等生であるがゆえに、そのままの姿でイエス様のとこに行くのではなくて、この罪に向かい合うこともせずに、その場から立ち去る人が何と多いことでしょうか。 キリストへの道の中に次のような言葉があります。ここで考え違いをして、せっかくキリストが与えようとしておいでになる助けを受けない人が多いのであります。つまりそれらの人は、まず悔い改めなければキリストに近づけない。悔い改めは罪の許しを受ける準備であると思っています。もちろん悔い崩れた心だけが 救い主の必要を感じるのですから、悔い改めが罪の許しに先立つのは当然であります。それでは罪人は悔い改めるまではイエスのもとに行かれないのでしょうか。聖書は全て重荷を覆って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。というキリストのご招待は 罪を悔い改めなければ受けることはできないとは教えていません。罪人が誠に悔い改めるようになるのはキリストから出る力によるのであります。私もあなたを罰しない。お帰りなさい。今後はもう罪を犯さないようにという神の招きの言葉に応じたいという気持ちは これは、キリストから出る力、すなわち、精霊の力によります。私たちは精霊の力によって悔い改め、そして、許され、平安を得ることができるわけです。そして、その、許された喜びを携えて、また、証人として世の中に出ていくのであります。神は罪を犯してしまう、絶望的な立場である、劣等生クリスチャンに対して、 強力な救いの御手を差し伸べておられます。また彼女は信仰を持ってその手をしっかりと掴みました。そして希望を持って彼女は悔い改めへと導かれたのでした。これが劣等生クリスチャンの救いの姿になります。詩篇を読みたいと思います。主は心の砕けたものに近く、魂の悔い崩れたものを救われる。 主は心の打ち砕かれたものを癒し、その傷を包まれる。罪人は誰でも罪なき神様の基準である実戒を通して自分を見たときに、すべてのものは罪人である。すべてのものは劣等生である。ということがわかります。なぜならば、神の立法実戒は文字で守るのではなくて心で守るものだからです。 この立法に自分を照らし合わせたときに、いかに自分がこの立法を犯しているかに気がつくことができます。しかし、私たちは自分のそのような状態から逃げずに、この救いの神の御手を信仰によって掴むべきなのです。このように劣等生クリスチャンは、まず自分の罪と向かい合う経験から始まりました。普通は自分のこの弱さ、 自分の汚さに向かい合うことは非常に辛い作業になります。しかし、彼女はまず自分の罪に何の言い訳もせずに、そしてその罪を認めて、その恥ずかしさと情けなさの前に神戸を垂れて、そして全ての裁きを神に委ねたのでした。私たちクリスチャンは神様にどうぞ罪をお許しくださいとお祈りしますけれども、 どれほど自分の心の奥底に隠れた罪に向かい合っているでしょうかそしてその罪を私たちが発見したときにどれほど落ち込んで情けない自分の体験をしているでしょうかそのような体験をする人が劣等生クリスチャンとして神様の見舞いに歩むことができ、そして本当の許しを経験することができます。彼女は 本当の許しを経験することによって、弟子の一人になりました。エレン・ホワイトはこのように書いています。彼女にとってこれは新しい生涯、すなわち神に献身した純潔と平安な生涯の始まりだった。この堕落した魂を向上させることによって、イエスは最も重い肉体の病気を癒すよりも大きな奇跡をなさった。 すなわち永遠の死に至る霊的な病気を追いしになったのである。この悔い改めた女はキリストの最も変わらない弟子の一人となった。神様はどんなものであっても自分の罪を真心から許していただきたいと心から望んでいる者が恐れおののきつつ神様の見舞いに出るときに もはやその人に対してその罪の責任を問わないというある手続きを既に完了しておられます。それが父なる神様とミコイエス・キリストの契約になります。ミコイエス・キリストの十字架は私たちの罪の身代わりとしてそのご自分の命をもってその代価を支払われたそのような功績になります。そして流された血潮によって この契約書には、許しの宣言がなされているのです。イエスはどの魂の事情もご存知である。罪人の罪が重ければ重いだけ救い主を必要とするのである。キリストの神聖な愛と同情心は敵の罠にかかって最も望みのない状態になったものにまず向けられる。キリストはご自分の地で 人類釈放の証書に署名なさった。だから私たちは自分の罪から決して逃げてはならないのです。救いに至るためには、この罪をイエス・キリストに解決してもらわなければなりません。私たちは、このキリストに全てをかけて、そしてキリストのもとに勇気を持っていかなければならないのです。 私たちが劣等生であるならば、自分の罪を隠したりせずに、全てを認めて、そして信仰を持って、キリストの元に行くことができるのです。だから私たちは、自分たちの罪から決して逃げてはならないのです。救いに至る道は、すでに備えられています。私たちが劣等生であるならば、私たちは強くなることができます。 なぜならば、イエス・キリストの十字架の効力は今もなおまだ発揮されているからです。それなのに多くのクリスチャンは、優等生クリスチャンとして自分の罪に向かい合わないために、未だ本当の意味で罪を許された経験がなく、そしてその重荷に苦しみ続けているのです。 我々は首に首気をかけられて追い使われ疲れても休むことができない。これは地面に書か,かれた罪を見てその場を立ち去ったパリサイ人や立法学者の精神と同じになります。彼らはイエス様が命をかけて許しの道を確立されたにもかかわらず自分の罪を見たくない自分の罪に向かい合いたくない ただそれだけで、その功績を自分に適用しないで、そこを立ち去ってしまったのでした。最後にとても重要なところを考えたいと思います。それは、イエス様がこの女性に対して、私もあなたを罰しない。お帰りなさい。今後はもう罪を犯さないように、とおっしゃられたことです。これは今後二度と、 罪を犯さささなななないいいたためにあなたはどこかで修行ししてきそのような勧めになるでしょうか。私たちの決心など、無に等しいことを皆さんはご存知でしょうか。私は少なくとも自分自身を信じていません。いつ私は瞬間的に神様を拒み、また神様を裏切るかわからない。本当にそのような自分が怖いのです。 そして、神様に対して、このような自分が情けなく、そして非常に申し訳ない思いでいっぱいになります。しかし、神様の愛の深さの方が、私の罪の深さよりも深いことを私は信じています。だからこそ、私はレッドオクセイクリスチャンとして、神様の御前に、悔い改め続けることを諦めたくありません。イエス様が十字架によって、 私の罪の身代わりとして、その流された血潮によって救いの万全の道が確立されていることを私は信じています。そして、そのことを信仰によって掴んでいますので、私は自分の罪に向かい合う勇気を神様からいただいています。今日、彼は哀れみの座に立って、その助けを求める人々の祈りを神に捧げておられる。キリストは、 悔いて泣く者を一人として知りけるようなことをなさらない。許しと回復を求めて、主の元に来るすべてのものを惜しみなく許してくださる。キリストは知っておられることを全部人にはお告げにならないが、恐れる魂に勇気を持つようにお命じになる。望む者は神の力をつかみ、キリストと和らぐことができ、主もまた彼と和らげられるのである。 イエスは酒所を求めてくる魂を告発と口論から救ってくださる。人間も悪天使もこれらの魂を非難することができない。キリストは神であり、また人であるご自分の性質に彼らを結合させてくださる。その人々は神の御座から出る光の中に立ち、罪を負う偉大なお方の側に立つのである。 このように、劣等性クリスチャンであることを認める者は、サタンにとって最も厄介なクリスチャンになります。なぜならば、彼らはイエス・キリストの十字架の功績によって許され、そして作り変えられて、本物の優等性クリスチャンへと進んでいくからです。そして最終的には、本当の優等性のクリスチャンになることができるのです。聖書には次のような約束があります。 私がそれらの日の後、彼らに対して立てようとする契約はこれである、と主が言われる。私の立法を彼らの心に与え、彼らの思いのうちに書き付けようと言い、さらに、もはや彼らの罪と彼らの不法とを思い出すことはしないと述べている。さらに、神の家を治める大いなる祭祀があるのだから、 心はすすがれて両親の咎めを去り、体は清い水で現れ、真心をもって信仰の確信に満たされつつ見舞いに近づこうではないか。まずは一人でも多くの方が劣等生クリスチャンとしての自覚に目覚め、許しの神イエス・キリストと出会うことを神様は望んでおられます。そしてイエス様の 今後はもう罪を犯さないようにとのお言葉に従っていった劣等生クリスチャンマグダラのマリアのように許されそして清められた勝利の証を携えてこの暗い終末時代に固く立ち続ける本物の優等生クリスチャンとしての道を皆さんとご一緒に歩んでいきたいと思います それでは一言お祈りをさせていただきます。愛するご在天のお父様、今日は、列島性クリスチャンのすすめと題してお話をさせていただきました。私たちは本当の意味で自分の罪に向かい合い、また自分の罪ととっくみ合ったときに、劣等性クリスチャンとしてあなた様の見舞いに出ることができます。しかし、 そのような私たちに対して、あなた様が投げかけてくださった言葉。それは、私もあなたを罰しない。さあ、お帰りなさい。今後はもう罪を犯さないように。との、許しと励ましの言葉でした。私たちには、記憶正しく歩む力はありませんけれども、しかし、あなた様の十字架の功績によって、私たちは許され、 そして作り変えられ、清められるという、あなた様の約束を信じたいと思います。どうぞ神様、私たち別等生クリスチャンが、本物の優等生クリスチャンとしての道を歩むことができますように、どうぞ精霊様のお導きをお与えくださるようにお願いいたします。この祈りを感謝して、救い主イエス・キリストのお名前を通して、見舞いにお捧げいたします。アーメン。